挿入相当は、相当のアルゴリズムの一つ。整列してある配列に追加要素を適切な場所に挿入すること。平均計算時間、最悪計算時間が共にお,お,お,おと遅いが、アルゴリズムが単純で実装が容易なため、しばしば用いられる。安定な内部相当。基本挿入法とも言う。イン、プレースアルゴリズムであり、オンラインアルゴリズムである。 挿入相当を高速化した相当法として、シェル相当が知られている。まず0番目と1番目の要素を比較し、順番が逆であれば入れ替える。次に2番目の要素が1番目までの要素より小さい場合、正しい順に並ぶように挿入する。この操作で2番目までのデータが整列済みとなる。この後3番目以降の要素について整列済みデータとの比較と、 適切な位置への挿入を繰り返す。for, tmp イコールデータ i, if, j イコール i, do, データ j イコールデータ j1, j, while, データ j イコール t m p く。整列された部分をアンダーライン、挿入する部分を太字で表す。 バブルソートと比較すると交換回数は等しくなる。しかし、比較回数はバブルソートでは必ず N2 回必要だったが、挿入ソートはこれ以下で済むため、挿入ソートの方が高速である。また、ほとんど整列済みのデータに対しては高速という特徴を持っている。なお、交換回数に関しても前期実装例のように一連の交換の途中の 特定処理を省略することができるので、交換1回が高速になる。また、特にデータが連結リストで格納されている場合には、バブルソートと比較して大幅な高速化が図れる。これは、配列における挿入が一連の交換によって実現されるのに対し、連結リストでは、文字通りの挿入が可能であるので、交換回数が大幅に減少するからである。挿入ソートの完了で、 挿入するデータの前ではソートが済んでいるという性質を利用して挿入する箇所を2分探索するというものである。データの量が少ない時にはあまり効果がないが多い時には比較回数が少なくなる。探索アルゴリズムによっては不安定なソートになるが工夫により安定させることが可能である。ありがとうございます。